文春はですね、安倍批判にを今力入れてるわけですけど、安倍命の官邸にはついていけない、柳瀬秘書官オフレコ発言録っていう、よく読むとですね、何も言ってないんだよね、これ、柳瀬氏は人知れず苦悩していたという、秘書官時代親しい経産省の元幹部にこう嘆いている、どうも官邸の安倍さん命という空気には私はついていけません、この2行、あ、3行ね、そうですね、しかもこれ間接的ね、間接話法で、もう一本はですね、柳瀬氏がこの時例に挙げたのが、外遊に財界人を同行させるトップセールスだ、柳瀬氏はその人選などを担当していたが、今井さんが首相に近い企業を押し込んでくるとこぼしていた、どうも官邸の安倍さん命という空気に私はついていけません、今井さんが首相に近い企業を押し込んでくる、しかも間接的な、そうです、本人にインタビューしたわけじゃない、本人が言ってるのを聞いた人から聞いたという話で、この5行だけで柳瀬秘書官オフレコ発言録ってひどくないか、これ。そうですね、他ないよ、何もこれ読んでも。ないです。あとはその人事の問題とかですね、そうですね、官邸とその秘書官の問題とかですね、あれこれあれこれ書き連ねているんですけど、オフレコ発言録って5行じゃん、しかも間接的な、しかもこれどうも官邸の安倍さん命という空気には私はついていけませんとかさ、今井さんが首相に近い企業を仕込んでくるって別に大した話じゃないんじゃないの、これ、そうですね、あれはちょっとあれだろうなと思いますけどね、重要な情報は何もないないんだよな、あれによってな、ただ安倍批判してる記事を入れとけば売れるから入れて作ってるという感じが、売れんのか、いやでもずっとやってますからね、ずっとやってんだよね、先々週号はこの人気記事ランキングが出てるんだけど、1位は金正恩の笑えない個人情報、2位が安倍政権テレビ制圧スケール、で先週号は1位が危ない中国職員、2位が捏造の最初は安倍晋三でね、そうだから、そのこれが特に売れてるわけでもないような気もするけどね、でポストはですね、もう忖度は無用だ、霞が関公文書自爆テロの破壊力ってのやってますね、柳瀬秘書官との話は iPhone で録音してんじゃないかと、あ、なるほど、いうことを、まあ、書いてるんですけど、ポストが、それはあるかもしれませんね、ただ青山茂治さんの説では、こういうことも考えられると、そのあれだけね、柳瀬さんが記憶にないと、とにかく何千人も会うわけですよ、官邸で来てやる、まあ、年間ね、いろんな人が来るわけで、そうすると、しかもその時は、その愛媛県のこのメモを作った連中は多分そのついてきただけじゃないのと、お付きの人みたいに、ね、だからメインの人がいて、まあ、これは加計学園の人が一番上に書いてあったというんで、加計学園のやつが主役じゃないかと、今新しい情報が出てきましたけど、もしかしたらその加計学園の人が来たということは、その柳瀬さんはその記憶してたかもしれない、けど、その下についてた愛媛県の2人なんていうのは、その全然記憶にないかもしれないね、そうですね、正直に、あれだけ言うからには、いや、その例えば何人か来てね、メインの人とはまあ話をして、メインの人のことはある程度覚えたと、たとしてもですね、そのついてきた人までね、覚えてないかもしれないじゃないですか、その通りだと思います、多分だからあんだけその記憶の限りではないとこう言ってんじゃないかなと僕は言います、じゃあ誰と会ったっていうことはまあ言わないわけですけど、そうですね、それこっちから言う人もないから言わないんでしょうけどね、名刺交換した人って覚えてるわけじゃないじゃないですか、まあそうなんですよ、私だって会合とかなんか行って、何十枚と名刺交換してですね、だけどその覚えてられないですよね、次の時にですね、また会ってね、あれって挨拶されて、どうだでしたっけみたいなことは、まあまあありますよ、ありますよ、あります、あります、それは全然あります、でそんな我々の日じゃないわけだから、その会う人の数は、会ってる人の数は、だからそれはね、その会ったら全部記憶してるかどうかっていうのは分かんないですよ、これ本当に言って、だって地方からいろんな、モーデが来て、それで1時間ごとにね、あって、その時何人か来てね、そうそうそう、10人とか5人とか4人とかでね、やるわけですから、そしたらちょっと覚えてられないですよね、いうこともあり得るんじゃないかなということは思いますけどね、わかりませんよ、これは、それは
で、まあ、これは国会にも呼ぼうって言ったのに野党が証人喚問じゃなきゃダメだと言うんで結局参考人では呼ばないんですよね。だからどうなんですかね、これは。どこで落としどころになるのか分かりませんけどね。あとこういうメモでね、メモごときで、そうそう、ね、公文書かどうかとかそういう日報問題とかそれでこれメモはね、はい、要するにその愛媛県側と加計学園側は、はい、そのとにかくその学園を作りたいわけですよ、はい、それで陳情に来た、はい、そしたらこんな反応でしたと、読んで文科省とかですね、はい、そういうところにですね、情報をね、はい、投げると、はい、これ別に普通のことで何でもないわけだよ、はい、メモとして、そうです、うん、こんなこと、はい、言ってましたと、はい、で首相案件ってなって案件でいいわけだから、そもそもは首相案件なんですよね、そうですね、これ、うん、はい、だからね、そこら辺をもっときちんと最初から言えばいいと思うんだけどな、はい。